こんにちは。今日はダイソーのトロピカアクアビーチを使ってハート模様のプルオーバーを編んでいきます。使うかぎ針は5号です。まずは作り目から編んでいきます。鎖編みが6目。1、2、3、4、5、6。針に2回糸を巻きつけて、1つ目の鎖編みに針を入れて、長々編みを編みます。作り目が1回できました。2回目からは鎖編みが5目になります。1、2、3、4、5。針に2回糸を巻きつけて、長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて、長々編みを編みます。作り目が2回できました。次は3回目。鎖編みが5目。針に2回糸を巻きつけて、長々編みの頭の1本と足の1本に針を入れて、長々編みを編みます。これを繰り返して好きな編み幅になるまで編んでいきます。作り目が19回編めました。長さは45センチぐらいになっています。今日の模様編みはサイズ変更する場合は作り目が奇数であれば何回でも大丈夫です。それでは1段目を編んでいきます。1段目は作り目の鎖編み側に編んでいきます。鎖1で立ち上がって作り目を裏に返します。そしてこの長々編みの頭に細編みを1目編みます。細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが3目。1回目の作り目を飛ばして、2回目の作り目に長編みを4目編みます。長編みが4目編めましたら、鎖編みが3目。次の作り目に側にとって細編み、鎖編みが3目。次の作り目に長編みが4目。鎖編みが3目。次の作り目に細編み。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。長編みが4目、鎖編みが3目。そして最後の作り目を飛ばして、この一番端の鎖編みのところに細編みを編みます。これで1段目が編めました。次は2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。長編みの頭に長編みを1目。次の長編みの頭に長編み。同じところにもう一目編みます。長編みが3目編めました。鎖編みが3目。1段目の長編み2と長編み2の足の間に針を入れて引き抜き編み、鎖編みが3目。
次の長編みに長編みを2目編みます。次の長編みに長編みが1目、長編みが3目編めました。細編みを飛ばして次の長編みに長編みが1目、次の長編みには長編みが2目。鎖編みが3目。長編みの2目と2目の間の足のところに針を入れて引き抜き編み。鎖編みが3目。次の長編みに長編みを2目編みます。次の長編みに長編みが1目。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。長編みが2、長編みが1のところまで編んでいますので、最後はマーカーをつけた細編みのところに長編みを1目編みます。これで2段目が編めました。次は3段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。そして鎖編みが2、長編み3目の真ん中の長編みに細編みを編みます。鎖編みが5、次の長編み3目の真ん中の長編みに細編み、鎖編みが5、次の長編み3目の真ん中の目に細編み、鎖編みが5、次の長編み3目の真ん中の目に細編み。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後の細編みのところで終わっています。鎖編みが2、マーカーのところに長編み。これで3段目が編めました。次は4段目。編み方は1段目と同じです。鎖1で立ち上がって編み地を裏に返します。長編みの頭に細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが3目、鎖編み5目のところに長編みが4目、長編みが4目編めましたら鎖編みが3目、次の鎖編み5目のところに細編み、鎖編みが3目、次の鎖編み5目のところに長編みが4目。鎖編みが3目。次の鎖編み5目のところに細編み。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最後は長編みが4目。鎖編みが3、そしてマーカーの目に細編み。これで4段目が編めました。次は5段目。編み方は2段目と同じです。鎖
鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。長編みの頭に長編みを1目、次の長編みには長編みを2目、鎖編みが3目、長編み2と長編み2の間に引き抜き編み、鎖編みが3目、次の長編みに長編みを2目編みます。次の長編みには長編みが1目、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。最後はマーカーの目に長編み。これで5段目が編めました。次は6段目。編み方は3段目と同じです。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返して、さらに鎖編みが2、長編み3目の真ん中に細編み、鎖編みが5目、次の長編み3目の真ん中に細編み、鎖編みが5目、次の長編み3目の頭に細編み、鎖編みが5目、次の長編み3目の真ん中に細編み、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。最後の細編みから鎖編みが2、そしてマーカーの目に長編み。これで6段目が編めました。今日の模様編みは6段1模様になります。6段目が編めましたので1段目に戻ります。1段目から6段目を繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。36段まで編んできました。長さは45センチぐらいになっています。幅は47センチぐらいになっています。こちらの糸端を50センチぐらい残してカットします。もう一度糸を引き抜いておきます。同じものをもう1枚編みます。同じものが2枚編めました。それではここから肩と脇を閉じていきます。こちらの編み地を重ねます。上の編み地は編み終わりの糸が左側から出ています。下の編み地は編み終わりの糸が右側から出ています。襟の空き止まりにマーカーをつけます。お好みのところで大丈夫です。私はこちらの袖ぐりの方からハートの模様が1、2、3回目のこの鎖編み5のところにマーカーをつけています。反対も同じです。袖ぐりからハートの模様編みが1、2、3回目の真ん中の鎖編み5のところにマーカーをつけています。それでは編み終わりの糸にとじ針を通して、1目ずつすくいながら閉じていきます。すくうときには内側の半目だけをすくいます。
ようにしてマーカーのところまで閉じていきます。マーカーのついている手前の細編みのところまで閉じてきました。こちらは糸処理をしておきます。反対も同じようにして閉じていきます。どちらも肩が閉じられましたら、次に脇を閉じていきます。袖ぐりの空き止まりにマーカーをつけます。こちらの肩の方からハートの模様編みが 1,2,3,4,5 模様目のこの細編みのところにマーカーをつけます。こちらも同じです。 1,2,3,4,5 模様目と6模様目の間の細編みのところにマーカーをつけます。裾からマーカーまでは 1,2,3,4,5,6,7 模様になっています。それでは裾の方からマーカーのところまで閉じていきます。まずは1段目の細編みに針を入れて、糸をかけて持ってきます。鎖編みが6目、2段飛ばして細編みの段に針を入れます。後ろも同じです。2段飛ばして細編みの段に針を入れて、引き抜き編み、鎖編みが6目、2段飛ばして細編みの段に引き抜き編み、鎖編みが6目、2段飛ばして細編みの段に引き抜き編み。これを繰り返してマーカーのところまで閉じていきます。マーカーのところまで閉じてきましたら、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。反対の脇も同じようにして閉じていきます。どちらも脇が閉じられましたら、裾の糸処理もしておきます。糸処理ができましたら、編み地を表に返します。それでは襟ぐりの縁編みを編んでいきます。こちらの肩を閉じた横の鎖編み5のところに針を入れて、糸をかけて持ってきます。鎖1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じところに細編みをあと3目編みます。鎖編み5目のところに細編みが4目入りました。ここでピコットを編みます。鎖編みが3目、細編みの頭の1本と足の1本に針を入れて引き抜き編み、次の鎖編み5目のところに細編みが4目、細編みが4目編めましたらピコットを編みます。鎖編みが3目、細編みの頭の1本と足の1本に針を入れて引き抜き編み、次の鎖編み5目のところに細編みが4目、細編みが4目編めましたら鎖編み3目のピコットを編みます。
これを繰り返して最後まで一周編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。編み始めと編み終わりの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。最後に袖ぐりの縁編みを編んでいきます。まずはこの脇の閉じたすぐ上の段に針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖編み1で立ち上がって細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。細編みをあと2目編みます。次の段にも細編みを3目編みます。次は細編みの段ですので飛ばして、次の段に細編みが3目、次も細編みが3目、次は細編みの段ですので飛ばして、次の段に細編みが3目、次の段に細編みが3目、次は細編みの段ですので飛ばして、次の段に細編みが3目。このようにして最後まで一周編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。編み始めと編み終わりの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。袖の縁編みが編めましたら、これで完成です。まっすぐ編むだけでとっても可愛いハート模様のプルオーバーができました。サイズ変更が簡単ですので、どんな糸でも編んでいただくことができます。簡単に編めますので、ぜひお好みの糸、お好みの色で編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。